オザイーのホルディジアンドロアルビーズは、オランダ領アンティルのキュラソー島、ミレムスタット出身のプロ野球選手、ウトリョーダ。MLB のアトランタブレーブス所属。2013年7月2日にアトランタブレーブスと契約してプロ入り。2014年に参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスでプロデビュー。ルーキー級、ガルフコーストリーグブレーブスでもプレジ。 2球団合計で57試合に出場して打率。364.1本塁打、19打点、22盗塁の成績を残した。2015年は A 級ロームブレイブスでプレーし、98試合に出場して打率。310.37打点、29盗塁の成績を残した。この年はオールスターフューチャーズゲームにも選出された。 2016年からは、オフに、ダンスビースワンソンが加入したこともあり、二類種での出場が増えた。この年は、A 級ミシシッピブレイブスとトリプル A 級グーインネットブレイブスでプレイし、2球団合計で138試合に出場して、打率29、292.6本類が53打点30盗塁の成績を残した。 2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは19位、ブレーブスの組織内では2位にランクインした。シーズンでは開幕からトリプル A 級グーイネットでプレー。8月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のロサンゼルスドジャース戦で7番二塁手で先発出場、メジャーデビューを果たした。 20歳206日のメジャーデビューは2011年のフリオテヘラン以来の若さである。昇格後は生に類種として起用された。2018年も生に類種として起用され、158試合に出場し、自己最多となる24本類打を記録し、チームの5年ぶりの地区優勝に大きく貢献した。 2019年4月11日に7年総額3500万ドルで契約延長したことを発表した。2026年から2年間は、球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は400万ドル支払われることになっている。アルビーズは、僕は金のためにプレーしているわけじゃないとコメントし、また同月に契約延長した信仰の深いロナルド、アクユニアジュニアについてもコメントし、 彼のためだけにこの契約を選んだのではない。チームのみんなが大好きなんだ。ブレーブスの一員でいることが本当に嬉しいし、キャリアの残りをブレーブスで過ごしたいとチーム愛を語った。この年は月間打率が3割を超える月が4回もあった。また対左投手の成績が非常に高く、打率389、オプス1.100を記録した。オフに、 自身初となるシルバースラッガー賞を受賞した。2021年7月4日に選手間及びコミッショナーオフィス投票で控え野手として自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは6回表に2塁手で先発出場していたパイレーツのアダム・フレイジャーに代わって途中しオールスターゲーム初出場を果たした。 7回裏にオールスターゲーム初打席を迎え、レイズのアンドリュー・キットレッジと対決したが、凡退している。9回裏にホワイトソックスのリアム・ヘンドリックスから、オールスターゲーム初安打を記録した。オランダ語の他に、英語、スペイン語を話すことができる。ありがとうございます。